ールドアウトの浦和レッズ対鹿島アントラーズの一戦です。 J リーグワールドカップの中断前の最後の大一番です。そしてワールドカップを目前に控えた日本代表候補の選手たちにとっても最後のアピールの舞台となりました。赤の浦和レッズ、アウェイの鹿島アントラーズ、そのアウェイ鹿島アントラーズのキックオフで始まります。J リーグ J1 第12節浦和レッズ対鹿島アントラーズ、前半のキックオフです。放送の解説は元日本代表相馬直樹さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてピッチサイドの解説にも元日本代表の小倉貴文さんです。どうぞ小倉さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。リポーターは石川陽子さん、実況担当 TBS の土井でお伝えしてまいります。そして副音声おなじみの加藤浩二さんと TBS 佐藤文康アナウンサーのコンビに今日はキングコングの梶原さんが加わります。梶原雄太さんをゲストにお招きした副音声も同時に行っております。鹿島アントラーズの背番号4番ディフェンダーの岩政が倒れました。鹿島アントラーズの自陣深くからのフリーキックです。まず相馬さん、今日の試合のポイントをどこに置いていらっしゃいますか。そうですね、今日は鹿島の方はですね、はい、小笠原がですね、ボランチの位置に入りまして、はい、まあ、小野との一つ対決というのが見どころになるかなという感じが しますね、その小野伸二、そして長谷部、ポンテ、今小野が絡んでいきました。3人で相手からボールを奪おうとする浦和レッズのプレス。今日はあの小笠原とそれから小野の位置のボランチの位置というのが深いところなのか、それから前目なのかということで、2人がもしかしたら直接ぶつかり合う位置になるかもしれませんよね。そうですね、そこのマッチアップは本当に見どころになると思いますね。アレックス・ミネーロが落としました。浦和レッズの10番テクニシャンのポンテ、そこからボールを奪ったのは11番の深井、そしてボールを前につないでいこうというところでしたが、興梠ボールをキープできませんでした。浦和レッズボールを奪ってキャプテンマークを巻いている元日本代表の山田、中央へボールを送っていきます。まだ両チームともボールが落ち着かないという展開になりました。今日はスターティングメンバーで起用されている深井が自陣深くに戻して、鹿島アントラーズの岩政からロングボールを出していきます。それではホーム浦和レッズのスターティングメンバーです。ゴールキーパーは山岸、ディフェンダーが坪井、トゥーリオ、堀之内、堀之内は怪我から戻ってきました。右サイドにキャプテンの山田が入って、鈴木啓太出場停止明けボランチに入っています。中盤は長谷部とそれから小野伸二、これはフォワード登録になっていますが、ポンテがワシントンの右サイドにいて、そしてワシントンのワントップという形です。ロングシュートを打っていきました。コースが変わってシュート枠の外に弾き出されています。鈴木啓太ともう一人鹿島アントラーズアレックス・ミネーロが倒れています。ピッチの中に担架が入りました。シュートを打ったところでのプレー交錯がありました。鈴木啓太がクリアしに行くところ足を引っ掛けて倒れたというプレーです。ちょっと心配な今のこのアレックス・ミネーロの状態です。相馬さん、今鈴木啓太がボールをクリアしに行こうとした時に軸足の方に入ってしまいましたが、そうですね、まあ、ちょっとピッチが濡れてますので、まあ、そこで勢い余って行ってしまった感があったんですが、その辺りどうでしょうか。今日はピッチコンディションは雨がこう強くなったりそして弱くなったりというところですが、今日のスターティングメンバーのフォーメーションをまずご覧いただいています。これを見ていきますと、小野伸二の位置が今日は長谷部とどちらが前に出るかということですが、今は長谷部が鈴木啓太と並んでいるという状態です。小野伸二が少し高い位置を取っています。ポンテがボールを持ってドリブルで上がっていきます。こぼれたシュート、抜けてしまったボールに反応して叩き込んでいきました。小野伸二、日本代表監督ジーコが見つめるこのピッチの上で小野伸二のゴール。いやー、相馬さん、ちょっと抜けてしまいましたね。完全にフリーでした。ちょっとね、簡単にクリアできそうなボールだったんですけれども、まあ、ピッチが濡れていることもあってですね、少し足をセンターバック、岩政でしょうかね、ちょっと前に出れなかったですね。ここでスッと抜けてしまって、ワシントンと小野伸二が同じようなポジションにいましたが、小野伸二の右足です。
今日は小野伸二、それから小笠原光雄、2人の注目の日本代表の中盤には密着カメラをつけていますが、その小野伸二のプレーを改めてスローでご覧いただきました。相馬さん、それにしても小野のところに簡単にボールが通ってしまった。はい、まあ、注意してたはずですから、まあちょっと鹿島としては少し足が止まったところもあったんでしょうかね。どうでしょう、ピッチで見ていた小倉さん、どうですか。そうですね、ポンテ選手はワシントン選手に合わせたボールだったんですけれども、そこを素早くですね、前に合わせていった小野選手の素晴らしい、走り込み、そして抑えたいいシュートでしたよね。はい、小野について小倉さん、まだ鹿島アントラーズのマークというのは徹底できていない部分は前半立ち上がりあるんでしょうか。そうです、トップに張ったワシントン選手の後ろに、はい、小野選手とポンテ選手がいるという形なので、なかなかそれちょっと逆サイドからの走り込みだったりつききれないところがあったんじゃないですかね。はい、その小野が落としてワシントン、もう一度小野伸二がボールタッチ増やしていきます。前節はジェフ千葉戦、浦和レッズから見ますと2対0ということで完全にジェフに封じ込められた試合でしたが、その中でも小野伸二が随分とボールタッチが増えてきた、そんな前節の戦いではありましたが、小野伸二が開始からいきなり5分経たず先制点を挙げています。ポンテがドリブルで上がっていく、置いていかれた、ポンテが折り返したところですが、ゴールキーパーの小澤がキャッチしています。それではアウェイ鹿島アントラーズのスターティングメンバーです。ゴールキーパーは小澤、ディフェンスは4バックです。右サイドに内田篤人、岩政、大岩、そして左サイドには石川、アライバーまだ怪我で戻ってこれません。そして小笠原と増田がちょっと深い位置から、このクロスはボールはそのまま山口がキャッチしています。今日は興梠とそれから深井をスターティングメンバーに起用して、本山とアレックス・ミネイロです。戦前の予想ではこのような形になるであろうということですが、相馬さん、プレーをご覧になって、はい、この本山とアレックス・ミネイロの位置関係と大体こんな感じでしょうか。そうですね、少し本山は中盤のラインまで下がってボールを受けに行くのかなという感じはありますけれども、はい、縦の関係に本山とアレックス・ミネイロがなるような感じですね。そうでしょうね、はい、まあ、それで深井と興梠をアウトサイドからまあえぐる形を作りたいという形になるかと思いますね。いきなり浦和レッズ、優勝候補同士の対決、ライバル同士の対決ですが、ホームの浦和レッズ、小野伸二がゴールを挙げています。ポンテと小野が、ポンテとはサントスがボールを置いています。ゴールマウス、その前には堀之内、ワシントン、高い選手も上がっています。トゥーリオもいる、トゥーリオもかき回している、サントスの左足で頭で合わせる、ダメだ、そのままクロス、最後ボールタッチがあったかどうか際どいところですが、そのままのバウンドしてクロスバーに当たっています。今の小倉さん、ワシントンがまだ今倒れていますが、小倉さん、ピッチの上から見ていてですね、はい、このサントスのフリーキック、狙いはどういうところだったですか。そうですね、誰も触らなければ入るようなコースで蹴ったと思うんですけども、その中でやっぱりトゥーリオ選手をはじめ、入り込んでいく選手たちの迫力がありましたよね。ワシントン、それからトゥーリオが今ね、なだれ込んでいきましたね。そうですね、やっぱり2人とも背が高いですし、ヘディングに自信持ってますから、そこら辺、はい、飛び込む形っていうのは迫力ありますよね。飛び込んでいったワシントンがまだピッチの上立ち上がれません。開始早々、しかし相馬さん、はい、いきなりホームの鹿島アントラーズに対しての浦和レッズが1点を先制した。そしてここまで時間帯としては非常にいい形作ってますね。そうですね、まあ、始まってすぐは少し鹿島の方がリズムを取ってボールを動かしてるかなという感じがあったんですが、まあ、先ほどの1点で、まあ、本当レッズのペースになってきたなという感じがありますね。はい、堀之内、トゥーリオ、そしてワシントン、3人が流れ込んでいきました。山田のスローイン、ワシントン、その後ろクリアする。しかし鈴木啓太がもう一度そのボールを捕まえました。深い位置から長谷部、山田、山田のクロス、うん、ヘディングシュート、ワシントン、サントスもそのボールの近くにいます。クリアしたいがもう一度戻し返しました。オフサイドの旗が今上がりました。プレーに関与した瞬間に上がったところ、小野伸二です。積極的ですね。もちろん小倉さん、高い位置を使っているのでゴール前に絡んでくることが多いんですが、それにしても今日の小野伸二はこのゴールマウスの前、そしてボールタッチ増えてますね。そうですね、まあ、ちょっと前からですね、どん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 前出る姿勢は出てきたんですけれども、今日はですね、立ち上がりから結果出したので、ちょっともっともっとこう前出る姿勢というかゴールまた期待できるかも分からないですね。はい、日本代表監督ジーコが今日は見つめているこのピッチです。トゥーリオ振り切っていこうという攻略でしたが、トゥーリオがそのボールをクリア、ワシントンがポストプレー、
ボールは流れて岩政の後ろ側右サイドの内田です。それでは今日の試合前の様子どうだったでしょうか。リポーターの石川陽子さんです。浦和レッズブッフバルト監督、先ほどのゴールシーンガッツポーズが出ました、はい、とにかく鹿島はタレントが豊富、ベンチを含めた全体スルーパスオフサイド、旗が上がりました。はい、石川さん、はい、全体を注意しなければならない、戦う気持ちを90分間持ち続けようと話していました。選手たちは前節の反省も含め全体をコンパクトに中央の攻撃に偏らずサイドをしっかり使って攻めようと話しています、はい、対する鹿島アントラーズ、前節の反省で立ち上がりの気の緩みを指摘していたアウトオリ監督なんですが、先ほどのゴールシーン表情を変えず見つめていました。理想とするサッカーは堅い守備からボールをつなぎ創造性のあるプレーで点を取ること、はい、ただ守備だけをきっちりするというわけではなく、相手が攻撃のシーンでも常に守備を意識させるような怖さを与えるサッカーしなければならないと話しています、はい、選手たちもサイドを深く攻め込むことが今日はポイントになるだろうと話していました。以上です。石川陽子リポーターの話にもありましたが、アウトオリ監督が表情を曇らせたということ、これは相馬さん、はい、実は4試合連続で相手に点を先に与えている、先制点を許しているのが4試合連続なんですね。これで、まあ、それをですね跳ね返してきているゲームが多いですから、まあ、この後もねなんとかしてもらいたいなというところなんですけれどもね。攻撃から出したボール、アレックス・ミネイロがそれに対してすごいです。日本代表に入っているキリンカップのメンバーにも入りました。すごい日本代表、浦和4人、鹿島は2人が選出されています。前半10分を経っています。浦和レッズ1対0とリード、鹿島アントラーズはこれで4試合連続の先制点を許しています。小野、サンタス、アレックス、それから長谷部、坪井という4人が浦和レッズ、小笠原と本山、以上日本代表の6人は今日全てスターティングメンバーでこのピッチの上に立っています。小笠原から右に出したボール、クロスを待っているのが前に3人、そのままドリブルで仕掛けていきますが、このボール長いかどうか、戻しきれません。深い浦和レッズのゴールキックです。両チームのサブのメンバーご覧いただきましょう。前節まではスターティングメンバーに入っていました鹿島アントラーズのフォワード田代は今日はサブからのスタートです。ゴールデンウィーク最後の日曜日、この浦和レッズ対鹿島アントラーズというJ リーグ J1 の優勝争いを演じる両チームの直接対決、前売り券で全てチケットが売り切れという埼玉スタジアム、熱気あふれる中で浦和レッズ、ホームの浦和が1点を先制しています。サントスから前に押し出したボールです。右サイドの内田篤人、クリアしきれませんでした。中途半端なボールになってポンテがドリブルで上がっています。前で待っているのはワシントンとポンテ、その前にクロスを上げるか、サントスの折り返し、失礼、小野伸二の折り返しです。小野伸二の折り返しはコーナーキックになりました。今日は小野がすごく本当に前に出てますね、まあ、点を取って気分よく今プレーをできているんでしょうね。トゥーリオが上がっていきました。堀之内も入っています。今日浦和初めてのコーナーキック、高いボールだ、堀之内折り返す、その前にクリアしました。怪我を追っていましたけれども、その怪我が完治しまして、堀之内もピッチの上に戻ってきました。浦和レッズ先制、その先制ゴールはこの小野伸二です。反対サイドのコーナーキック、浦和レッズのコーナーキック、今年はサントスとそれからポンテが2人並び立つことが多いんですが、このコーナーキックはポンテがゴール前に行きました。そしてそこから近く寄っていきます。ショートコーナーを使うのか、あるいはそのまま縦に蹴っていくのか。ニアサイド、潰れながらボールを落とそうというトゥーリオ、ポンテ、サントスへのパスを出していきましたが、これを弾き返しました鹿島アントラーズです。ピッチの上の雨の状態ですが、小倉さん、今日は雨どうでしょうか、影響力は。そうですね、ピッチの水はけなんかはいいんですけども、まあ、ちょっとスリッピーですけども、どちらも技術を持っているチームなんで、そこら辺はそんなに苦にならないとは思いますけども、開始当初よりも随分と雨による視界が悪くなってきました。この埼玉です。こぼれたボール、振り向いて堀之内がシュート、前に残っていた堀之内のシュートでした。本山一旦戻しました。相馬さん、鹿島サイドから見ていて、今のピンチの後のこのカウンターというところ、まだそこまではつなぎきっていないですか。そうですね、まあ、ここのボールを取った後の出足がですね、はい、今年
監督が変わってからですね、非常に速くなったという印象はあるんですが、はい、ちょっとまだいいところしてつなげないですね。ワシントンから前へ壁のようなパスをつなげようというところでしたが、コンテは届きませんでした。まもなく15分、浦和1点をリードしています。小野伸二のゴール、そこの部分へのプレッシャーもですね、レッズは非常に厳しいので、特に今のシーンも鈴木啓太が元山のところに厳しくチェックに入りましたし、攻めている時のカウンターへの対処というのがですね、非常にしっかりしてますよね、レッズは。そして小笠原を今日はボランチの低い位置に置いています。つまりディフェンスの1枚前に置いているという形でしたが、小倉さん、はい、この小笠原を低い位置に狙いというのは、アウトゥーリエ監督はそこからこう攻撃的な形としてここに置いているんだという話をしているんですが、はい、そこまでの今日の小笠原のプレーとか、それから鹿島アントラーズ全体の流れどうですか？そうですね、やはり浦和は攻撃もそうなんですけども、ディフェンスの方もすごいいいんでですね、そこら辺ちょっと一つ下がったところからゲームメイクしてほしいというところじゃないでしょうかね。その小笠原のフリーキックからヘディングで合わせました。アントラーズ今日はスターティングメンバーに起用されている深井、今のフリーキック、相馬さんどうですか？いやー、いいボールですよ。本当速くてですね、キーパーも出れないですよね、これじゃね、はい、ほんの少しコースが内側だったらばゴールという、まあ、鹿島にとっては元山でしたね、最後、はい、小笠原のスロー、まあ、フリーキックは本当に得点パターンになってますからね、今のは深い位置ではなくて、そのカーブを描ききる前に元山が頭で合わせたというような飛び込みのシーンでした。深井が折り返したボールをクリアして、それがコーナーキックになりました。鹿島アントラーズ初めてのコーナーキックです。キャプテンマークを巻いている小笠原、今ヘディングでいいシュートを見せました。日本代表に入っている元山、小笠原のフリーコーナーキックはまたヘディング、頭で潰れたからこぼれている。アレッチ・ミネーロ、岩政が頭でつないで、そしてアレックス・ミネーロの足元に来ました。まあ、小笠原のボールがね、はい、やっぱいいですよね、まあ、そこで今鹿島のセットプレーで、鹿島の選手が今触ってますので、なるほど、非常にちょっとゴール匂いがあるんじゃないかなという気がしますけどね。前線に張っているワシントンもディフェンスに戻っている浦和レッズです。高い選手をゴール前に配置しました。そのワシントンのクリア、つなぐのはサントス、左サイド、その前に立ちはだかりましたは深井です。スローイン、ディフェンスに戻っていたワシントン、この位置前に預けて山田、縦に抜ける、オフサイドはありません。前に戻ってきたのは小野伸二が手を挙げた、その前にワシントン、小野伸二は右サイドにいる、戻りながらのディフェンスでした。さらにこぼれたところワシントン入ってきてゴール、ゴールワシントンのゴールで浦和レッズに2点リード。いやー、落ち着いてましたね、ゴール前慌てるところなんですけどね。ディフェンスに戻っていたワシントンを経由して山田、縦に抜けていった、折り返して小野伸二という選択肢もある中で、相馬さん自ら行ってゴールキーパーもかわしてというこのプレー。まあ、ここでねボールを失ってるんですけれども、追いかけてボールにねアプローチできそうなんですけれども、ちょっとまあピッチの状態も含めて、はい、こぼれてしまったこの辺もね含めてなんですけれども、最後またかわしたところ落ち着いてましたね。これはフォワードの小倉さんに聞きましょう。今のプレー、いやー、何ってリーチが長いですね。足のリーチというのはその懐の深さとも表現できますか？そうですね、そこら辺普通は届かないようなところでもですね、後ろからいいカバーしたんですけどね、アンドラーズ選手は、はい、でもそれを取り返す、そしてそこの前に走ってもできる、その素晴らしさですよね。またゴール前のチャンスが生まれています。長谷部折り返した、ポンテ粘る、ポンテまだキープしています。鈴木啓太から長谷部、長谷部はクロスでワシントンめがけていく、オーバーヘッドを狙いました小野伸二。どうした？はい、石川さん、どうした？鹿島のアウトオーリ監督も先ほどのゴールシーンも手を挙げてこう何をやっているんだというような表情で怒っていましたね。今もこうベンチの前に出ています。はい、今テクニカルエリアギリギリいっぱいまで立ってますね。コットを失ってもしまったボール、
今のは危ないプレーでした。一瞬ボールを失ってしまいましたが、なんとかそれをキープし直しました堀道。それにしても相馬さん、今日のゲームの展開では予想以上に早くボールが動いた、点が動いているという感じですが。そうですね、まあ、両チームとも相手のいいところを消し合ってですね、中盤での潰し合いが、まあ、最初のうちは特に前半はですね、はい、あって、まあ、ゲームが動かないかなと思ってたんですけれども、まあ、最初の1点がまた一つカウンターパンチのように入ってですね、まあ、そこからリズムがゲームが動くような形になってきているという感じですね、はい、またここもフリーだ、取って狙う、いやドリブルで上げて渡したところがオフサイドの位置でした。前半20分経過、今のは小倉さん自らドリブルで行くかなと思わせてのパスでしたね。そこら辺あのポンテ選手のうまさが出ましたけど、まあ、オフサイドで惜しかったですけどね、ホームの浦和レッズが2点をリードしています。さあ相馬さん、アントラーズアウェイからしてみれば粘って0点のうちに先に点を取ってというようなゲームプレーもあったと思うんですが、そうですね、この失点をしてしまった状況でどう打開していきましょう。もう一度後ろのラインからの、まあ、組み立てですよね、はい、守備のラインをきちんとどこで止めるのか、まあ、そういったところと、もう一つ前で早く起点を作れるような形ですよね、なかなか相手陣に入っていないですから今の段階で、日本代表チームが見ている中でのプレーですが、まあ、サイドを起点にするのか、トップを起点にするのか、まあ、そこの部分でですね、はい、まあ、こういったところで潰されるシーンが多いんですけれども、縦、うん、サイドはアレックス・ミューラが待っています。サイドを使って長いボールは攻撃、届くか、届きません。先ほど石川さんのリポートにもありましたが、試合前では鹿島アントラーズはサイドの攻撃も鍵になるということで、サイドのポジションというのは選手たちも随分と意識をしていたそうです。そのサイドの使い方というのはピッチの近くで見ている小倉さん、どうでしょうか。そうですね、あのどん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 サイド、あのサイドチェンジなんかもするところも素晴らしいんですけども、はい、それ以上にですね、先ほどが気になっているところはですね、あの長谷部選手と鈴木啓太選手、はいはい、この2人がですね、あのボールの関係ないセットプレーなんかでも常に確認し合いながらですね、お互いのバランス、誰が出た時に誰が引いてっていう、そこら辺のバランスも非常にいいですよね、そこら辺からサイドチェンジという部分でうまく使えているんじゃないでしょうか。ボランチが鍵を握るという今の浦和レッズの展開ですが、いいボールが入りそうです。しかしちょっと足が長かった。そのボランチの鍵を握っている鈴木啓太、前節は出場停止でジェフ千葉戦敗れた試合をテレビで見ていましたが、その時には自分たちのポジショニングが良くなかったというふうな話をしています。もっと自分たちの形を作らなければいけない、早くスペースに戻る、そして早くスペースを埋めるように入っていく、それから誰かが出ていった時にそこを埋める、戻る、入る、埋めるというのができていなかった、それを今日は正していきたいというふうに話している鈴木啓太です。まあ、今のようなプレーもそうですよね、はい、相手のくさびに対してきちんと狙いを持ってですね、ディフェンスする起点を作らせないですからね。浦和レッズの攻撃の多彩さ、それから破壊力というのを目につく皆さんも多いと思いますが、それを支えているのはこの鈴木啓太という関係者の声も多いですね。そうですね、非常に今年リーグ戦ずっと通してですね、はい、いいプレーしていると思いますよ。浦和レッズ2点リードして、さあドリブルで上がっていきます。ワシントンに預けました。逆サイドつく、山田はオフサイドを気にして少し出足が遅れましたが、このボールを止めた。この新規がいる、そして深いところには鈴木啓太もいます。戻そうとしたボール、浦和レッズのスローインです。先制ゴールを決めた小野伸二、山田はロングスロー、手前にポンテ、そのポンテ今日は右サイドに入っている山田です。前節までは平川が右サイド、山田は中盤でしたが、山田が右サイド、鈴木啓太戻したところ、山田届くか、ライン割りました。まもなく25分になります。浦和レッズと鹿島アントラーズ、鹿島アントラーズに在籍されていた当時、相馬さん、浦和レッズにはあまり負けたという記憶なかったでしょう。まあでも
僕にとってまあ最後にレッズと鹿島でやった時はですね、はい、ナビスコで4勝目で負けてしまった時だったので、まあちょっと最後のイメージとしてあまり良くないですね。ただこのリーグ戦という数字だけ見ていきますと、鹿島アントラーズが浦和レッズに対しての抜群の相性を誇っていまして、この JA のリーグ戦は22勝6敗2引き分けですから、リーグ戦は本当に鹿島アントラーズが浦和レッズに強いところを映っています。深いドリブルで前を向いたところ、しかしこのラインの裏側には誰もいませんでした。ここまでのデータ、その苦手意識というのは最近はないと選手たちも語ってはいますが、今日はホームの浦和レッズが2点をリードしています。ただ両チームとも前節は敗れています。小倉さん、負けた試合でそれの試合の感覚というのがですね、はい、非常にこう短いですよね。5月3日に行われて今日が5月7日ですから、もう中3日しかありません、はい、そんな中でこの試合で負けたくない、連敗したくない、うん、立て続きには負けたくないなという気持ちはすごい強いと思うんですが、それ非常に強いでしょうね。そこで、まあ本当に相馬さんがおっしゃった通りですね、立ち上がり鹿島も本当に悪くなかったので、そこでやっぱり先制点の小野選手のゴールというのはこうちょっと鹿島にとってはきつかったんじゃないですかね。ドリブルのポンテ、小笠原もね、こういう球際は強いですよね、はい、浦和レッズ、清水に敗れたのが公式戦久しぶりの敗戦で、そして前節ジェフ千葉に敗れました。中村ゼネラルマネージャーも、もう完敗だな、久しぶりに叩かれたよという認めざるを得ないというような展開でした。ジェフ千葉を褒める選手たちも多かった。あ、これは浦和レッズの選手はありませんが、ジェフ千葉自分たちで、ね、自分たちのプレーが良かったと褒める選手たちも多いぐらいのジェフの完勝でした。一方の鹿島アントラーズです。大分戦先制を奪われて、その1点を跳ね返すことができずにホームで敗れました。このところ先制点は奪われていましたけれども、先ほど相馬さんのお話にあったように弾き返してきた、点を取って返してきただけにね、そうですね、まあ、ゴールを取ってますので、はい、まあ、そういう意味では落ち着いてね、ゲームをもう一度切り立て直したいでしょうね。ポンテドリブル3対2、ポンテはどうする。ワシントンを見て、ワシントンへふわっとしたボールです、うん、今のも小倉さん、ボールを触ってパッと前向こうとしたプレーでしたね。そうですね、もうそこら辺も本当に体、ワシントン選手の高さやリーチの深さみたいなのを生かしたようなプレーですよね。抜ける近いところ、ワシントン足が出なかった。逆サイドではなくて、今のはすみません、近いワシントン狙ったんですか。うん、そうですね、前のワシントンに合わせてきたと思いますよ、はい。アントラーズ深い位置からの前へ、ボールの収まるところは鹿島アントラーズ、どこが起点になるでしょうか。相馬さん、そうです、ちょっとまだやっぱこの時間まで、後ろから順を追って運ぶ形ですかね、はい、前出せてないんですよね、今本山が前に動いている。さあ、こういったプレーから何が生まれるか、うん、スカイがいる、アレックス・ミネアがいる、折り返すことはできませんでしたが、いや、相馬さん、いい形作りましたね。そうですね、でも今、坪井のカバー、早かったですね。坪井もワールドカップに向けて、これがいいアピールの場になると試合前に語っていました。興梠の突進を坪井がクリア。鹿島アントラーズのコーナーキックです。ただ、小倉さん、今日はこの小笠原、今、ジークは見ていますけれども、小笠原のセットプレーですね、何か感じを感じさせるものありますよね。そうですね、まあもう、うん、ファーサイド飛び込んできましたが、クリアします。もう本当精度は高いですから、そこら辺やっぱり見せれるポイントの一つじゃないでしょうかね。もう一人ジーコにアピールしたい長谷部、山岸とぶつかるような感じでいきました。まあ、今のも本当にいいボールなんですよね、キーパーも出れない、ディフェンスもなかなか届かない、もう本当にゴールに自分が入れてしまうんじゃないかっていうようなね、ボールが入ってきますので、はい、確かにそうですね。もう一つ同じサイドからのコーナーキックです。小笠原、うん、このファーサイド、山岸落とした、ヘディング、アレックス・ミネイロを弾き出した山岸、ゴールキーパーにとっては見せ場でした。集中してますね。また同じコーナーキックです。今度は早いタイミングで蹴ってきた小笠原、グラウンダーのボールですが、ワシントンディフェンスに入っています。
先ほどはこのようにワシントンがディフェンスに入ったところからワシントンの2点リードになりますゴールが生まれました。ここ落としたところアレックス・ニードロの狙いはどうですか。うん、あもうこれ競り合ってますから ねもうコースを狙うということはちょっとできなかったと思いますけれども、鹿島は本当ね、はい、セットプレーで形一つ作れますから、まず前に早くボールを持っていって、そこでまあファールを取るなり、はい、まあ、そのまま攻め込めるなりというところになるでしょうね。小野が落としたボールをポンって競ったところ、また小野が取りに行きました。うん、さあこういったボールです。繋げるか増田、足元裏側でした。戻りながら山田、激しいプレー、いい出足を見せました山田。今のも小倉さん、パスが裏側に来ましたから、そこを戻りながら山田がスッと入ってきましたね。そうですね、そこら辺の切り替えの速さですよね。取られた後でもすぐ守備に切り替える、この速さがやっぱり浦和の強さの一つですよね。だいぶ鹿島アントラーズのアウェイのグレーのユニフォームが雨に濡れてピタッと体につくような感じになっています。今日は少し弱い雨ではありますけれども、降り続けている埼玉スタジアム。うーん、ナイスボール。どうだ、石川から入ってきたボール、ヘディングシュート。本山悔しそう。相馬さん、左サイドの石川でしたね。そうですね、まあ、前々節ですか、はい、洗い場が怪我をして途中から入って、ね、そこから2アシストしてですね、非常に調子を上げてるんですよね。まあ、本当クロス左足精度いいもの持ってますし、はい、今のも本山のね、ディフェンスラインの裏への走り込みっていうのも非常に良かったですね。小倉さん、本山も今シーズンまだゴールがありません。このジーコが見ている前でキリンカップの代表にも選ばれましたんで、今のはね、入れたいっていう気持ちはありましたね、顔にも。いや、力んじゃいましたかね、あのシュートは。深いのクロス、坪井、いや、失礼、サントスがクリアしようというところ、まだあります、入ってきたところ、トゥーリオがクリアします、そしてサントス追いかけていきますが、コーナーキック、こちらが先ほどから再三、小笠原がいいボールを蹴っているサイドのコーナーです。岩政も上がっています。このタイミングわざと遅らせました。ヘディングシュート、アレックス・ニードの後ろ側から飛び込んでいきましたが、わずかに届きませんでした。徹底して今ニアでね、はい、合わせてきてますよ ね、ニアサイドのところで、まあ、近いポストを目がけてですね、はい、ちょうどワシントンの前この辺りでね、狙ってるんですよね。もう一回ヘディング、ワシントンを越えたところ、そのニアサイドで狙っていくという小笠原のセットプレー。もう早くもコーナーキック7本を数えています。浦和レッズ2点をリード。長い笛が鳴りました。浦和レッズのフリーキック、ファウルを取られたのは岩政。大井は岩政のセンターバック2人、今日は悔しい形での失点をしています。コンテが置いて小野伸二が右に、ワシントンが真ん中にいます。トゥーリオが前に上がっていました。ポンテ、アレッチによる奪った、前を向いたところ、これはポンテと絡んでポンテがファウルを取られた鹿島アントラーズのフリーキック。早くリスタートしたい鹿島でしたが、やり直しです。左サイドの石川、先ほどいいクロスを上げました。ボランチの小笠原、はい、この位置からアレックス・ミネロが落として、サポートを見た本山。左サイドの石川、99年のワールドユースの代表メンバー。センターバックに戻して岩政、今年はルーキー大活躍です。内田篤人、右サイドの内田もずっと出続けてるわけですからね。そうですね、まあ、本当に思い切りがありますよね、はい、そして柳沢が今この埼玉スタジアムの中で見ています。復帰
は今日のこの浦和戦に照準を絞ってきました柳沢でしたが、相馬さん、はい、だいぶ怪我の方が良くなったそうですが、リーグ戦での復帰ではなくてナビスコカップでの復帰を目指しているということになりましたね。そうみたいですね、まあ、順調に来ている、はい、というような感じみたいですね。来週からはフィジカルのトレーニングからまずスタートしてチームの中に戻れる状況になっている柳沢です。小倉さん、フォワードとして試合から離れていくという感覚はどうなんですか？そうですね、若干、まあ、試合間という部分であるかもわからないですけども、まあ、その前にコンディションさえ整えばね、なんとかその前の試合には間に合うかもわからないので、なんとかきっちりと戻してほしいですよね。はい、14日の山崎ナビスコカップでの試合に復帰を目指している柳沢。このシンジからサントス、ワシントン落とした。今浦和レッズのボールになりましたが、そこに立った経緯としてはいい形のパスが通るかなというね、相馬さんありましたね。そうですね、そこで、まあ、堀之内がね、はい、非常にいいタックルをしてカットしたんですよね。土井さん、はい、そして今この時間急に雨がまた強くなってきました。ピッチ上の状況もだいぶ雨が強くなってきたという石川リポーターの話です。ポンテ、小野伸二が近くにいます。ここから一旦戻して小笠原、左に張っています。潰れながらアレックス・ミネロ繋いだ、ライン、アレックス・ミネロこの位置、小笠原が前にいる、その小笠原を経由して一旦戻しました。少し時間がかかっています。このクロスボールは山岸、雨に濡れていますのでフィスティングにしました。音色、もう一本折り返そうというプレーでしたが、内田、先ほど話にもありましたが、この内田は清水東高校から出てルーキー、そして開幕からずっと出続けている、途中後でもないんですね。あ、途中後でもないんですか、いや、タフにやってますね、今年は本当シーズンね、混んでここまで来てますから、はい。鹿島の内田選手なんですけれども、今日マッチアップするサントス選手、エスパルス時代よく見ていた憧れの選手ということで、縦のスピード、クロスの精度、同じサイドの選手として尊敬してます。今日はいろいろ勉強したいと話していましたよ。なるほどね、確かに日本代表とマッチアップするわけですからね、相馬さん。そうですね、まあ、胸を借りるというか、思い切りいきたいという気持ちがあるでしょうね。フリーキックはちょうどセンターサークルのわずかに前というところです。小笠原にイエローカードが出ています。鈴木啓太に渡しました。ポンテが前にいます。ワシントン、そこに目がけたボール、大岩がクリアしますが、まだ浦和レッズがつながっています。サントス、小野伸二、サントス抜ける、ワシントンへ、小倉さん、はい、小野伸二起点にしてサントス、そしてワシントン、いいプレーでしたね。小野選手にやっぱダイレクトのパスでのリズムが出る、その展開っていうのはやっぱ素晴らしいですよね。小笠原の裏だったんですね。そうですね、あ、最後アレックスのクロス、はい、少し前すぎましたね。ワシントンに合わせたと思うんですけどね。どうですか小倉さん、今日小野伸二のピッチ上での笑顔が大変よく目につくんですが。そうですね、生き生きしてますよね、いろんな状況の中でもすごい周りに声も出してますし、伸び伸びとやってる感じが受けますけど、はい、前節のジェフ千葉戦振り返って、守りは悪くなかったけど攻めに人数が足りなかったと、ボールへのサポート一人一人がちょっと遠かったねと振り返った小野伸二です。今日は小笠原ということで、まあ、マッチアップもあるしね、相手の中心だし、うちに危険な選手だから、そこを抑えてパスを断ちたいと語っていた小野です。自らのゴールでそのリズムもどん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 良くなっている小野伸二、まもなく40分を迎えようとしています。ホームの浦和が2点をリード、小野伸二とワシントンのゴールです。
点の入りやすい時間帯を迎える残り5分というところ、ここまで2点をリードされている鹿島ですが、相馬さん、はい、先ほど少しずつ少しずつセットプレーなどを含めていい形が出てきつつありますね。そうですね、まあ、前半のうちになんとか1つ2点ですからね、はい、まず1点前半のうちに返しておきたいというのは、まあ、みんな思ってるでしょうね、この選手全員が小笠原、そして前落として、うん、大岩のところはワンタッチ使って石川、アレックス・ミネイロ、その後ろ攻撃、アレックス・ミネイロドリブルでいく、アレックス・ミネイロクロスを上げるがこれをクリア、攻撃はボレーを狙った、小笠原囲まれた、まだクリアできない、トゥーリオそこに深いヒールでつないだ、クリアした小野伸二、守備でも頑張ってますね、はい、今小笠原からボール取ったの小野ですからね。アレックス・ミネイロ逆サイドでこれを狙っていました、ボレー2年目のゴール機のボレーシュートでした。増田と興梠というのは同じ高校出身で、増田の方が1つ学年が下です。2年目の興梠、3年目の背番号26番の増田近志、左サイドの石川、アレックス、クロスを入れる、ここには誰もいませんでした。バランサーの鈴木啓太、大岩、小笠原、立て、うん、てたスルー、大倉さん、いいパスでした。いや、いいパスでしたね、今のスルーパスは。まあでもトゥーリオ選手がよく対応しましたよね、そこは。相馬さん、もう完全に抜けるかなというボールでしたね。そうですね、いや一発です、あの距離を通してしまってすごいですね。そうですね、ああボールの受けてから見ると小倉さん、フォワードからああいうボール、今元山のボールでしたが、どういう気持ちで、はい、分かってるんですか。そうですね、まあ、常に狙ってるとは思ってるんでしょうけど、まあ、良すぎたんですかね、ちょっとトラップが大きくなりましたので、まあ、ピッチが濡れてるせいもあるとは思うんですけども。なるほどね、はい、さあこのサイドのドリブルを止められるかどうか、内田篤人に日本代表のサントス、憧れの選手とのマッチアップに対して内田が果敢に仕掛けていきます。内田、小笠原、長谷部だ、長谷部が絡む、長谷部は前節途中交代、もっともっとボールに触ってゲームに入っていきたいと語っている日本代表。相馬さん、はい、これはもうプレイヤーと気持ちとしてこうボールに触る、ボールタッチの回数が増えると本当にそのゲームを自分で作ってるって感覚になるんですか。そうですね、それはもうリズム、自分がボール触ってやっぱリズムを作る選手っていうのもいますし、はい、特に中盤の選手というのはですね、ボールを触ってなんぼと、はい、まあ、やっぱ思ってるところあるでしょうから。さあこのセットプレーは左足の石川か、それとも小笠原か。小笠原動いたが、石川です、巻いてくるボール、狭いところを狙っていきました。小笠原のパスから先ほどいい形を作ったアントラーズ、そして今のセットプレーへと時間帯は作っています。先ほどこれは相馬さん、はい、このボールでしたね、少しね、元山もパスを受けているときに、はい、まあ、堀の内がついてきましたので、まあ、右足の方に早く大きくトラップしたかったんでしょうけれども、ちょっと意識しすぎて、トゥーリオにカバーされてしまいましたね。リードされている鹿島ですが、小倉さん、今までは小笠原が深い位置のボランチにいました。後半転がるとですね、はい、中盤の選手を動かしてくる鹿島アントラーズですから、そのポジションの修正とか新しい選手の投入によって小笠原を少し高い位置に置こうとか、いろんな狙いが考えられると思いますが。そうですね、まあ、高い位置も考えられますし、先ほどからですね、左サイド、浦和レッズの右サイドですね、はい、そこら辺を使った起点にしたプレーっていうのが結構チャンスにつながっているかなという感じがするんで、そこら辺のところをちょっといろいろ考えての展開になってくるかもわからないですね。これはオフサイドです。なるほど、先ほどからつまり鹿島アントラーズの左サイド石川のあたりを使っていくプレーというのが相馬さん増えていると。そうですね、
まあ、石川からのパス出しで、まあ、形を一つ、特にアレックス・ミネイロが左サイドに流れてですね、まあ、そこに起点を作っている形っていうのはちょっと増えてきてますので、まあ、そこをもちろんレッズ側も修正してくるでしょうし、まあ、そこは後半に入るところで、はい、まあ、見どころの一つになってくるかなという気がしますね。ワシントン、小野伸二、山田、ワシントンへ、ワシントンのボール残った、残しました、まだキープしています。ワシントン、この懐の深さ、自分の足元にボールを置くと吸い付くようにして相手に渡さないのがワシントンの特徴です。いや、体使うのがうまいですね。小倉さん、189センチあるんですが、フォワードとしても足技うまいですよね。うまいですね、本当にね、身長が高いのになんか足元ちょっと雑なように見えるんですけど、本当に器用なんですよね。あんだけの体の大きさでキープされると後ろから見えないですからね、ディフェンスの方は。そうなんですよね、ボール見えないんですよね、ああいうのっていうのは大きい選手というのはですね、守る方からすると見えないわけですね、はい、ロスタイムは前半1分という表示になりました。これは前半の最後の浦和レッズのチャンスかもしれません。鹿島はここは集中したいですね、3点目取られたら厳しいですからね。中で激しく選手がやり合っています。トゥーリオがいる、堀之内がいる、ワシントン、山田、ポンテが上げたボール、トゥーリオの頭の上ですが先に笛が鳴っています。もう一度フリーキックのやり直しです。もう1点取る、あるいは取られるということになります。大変な状況になります。今度はサントスの左足はニア、こぼれたところはコーナーキックに変わりました。まあ、今のようにでもゴールへ向かうボールというのは怖いですよね。雨は降ってますし、はい、そのショートコーナーポンテ上げた、しかしラインを割っているという副審の判定です。やっぱり雨が降っている場合というのはよく変わらないですね。前半終了です。ホームの浦和レッズが2点をリードしました。前半3分、小野伸二、鮮やかな先制点の後は17分、ワシントンの追加点、浦和レッズが2点をリードして前半を終えています。 J リーグワイ、後半がスタートしました。2点をリードしている浦和レッズのキックオフです。ワシントン、ポンテ、この2人のドリブルでボールを持っていきましたが、小笠原はファールを取られて、後半立ち上がり、いきなり浦和レッズのフリーキックです。小野伸二、ボールをセットします。相馬直樹さん、小倉貴文さんの解説でお届けしている浦和レッズ対鹿島アントラーズ J1 の第12節、首位を狙う両チームの対決、副音声は加藤浩二さん、 TBS 佐藤文康アナウンサーの実況、このおなじみのコンビに今日はキングコングの梶原さんをゲストにお迎えしています。最初、前半同様に立ち上がりからチャンスを作りました。後半です、浦和レッズフリーキックはサントスとポンテがボールのところ、堀之内、トゥーリオも上がっています。ポンテのグランダのボール、コース変わりました。アントラーズの選手に当たって変わってコーナーキックです。ちょうど鹿島アントラーズのゴールキーパー小澤の後ろ側には浦和レッズの大サポーターが控えているサイドのコーナーキックです。今日は両チームともイメージカラーが赤ですから、両チームのサポーター真っ赤に染め上げている埼玉スタジアム。小野伸二、ボールを持ってチョップキックだ。小野伸二、今日2点目、ゴールキーパーの上を越えていく技ありシュート、ジーコの目の前で2点。前半同様、いきなり作ったチャンスでいきなり決めた小野伸二、落ち着いて決めたシュート。いやー、ちょっとトーキックのような感じだったんですけどね、どうでした小倉さん。いや、そうですね、トーキックでしたね。もうボール来た時点から決めてたんじゃないですかね、これやろうと思ってたんですかね。やろうと思った感じですよね。これもう鳥肌ごめんですね、このシュート鮮やかです。周りを見た後ろからのない、それを見てから狙っているこの小野伸二の顔、うん、してやったりの笑顔、アイディア持ってますね。そうですね、
小倉さん、今日は小野伸二のシュートは自分も違うパターンでのシュートっていうんでしょうかね、いろんな形見せてますね。そうですね、本当にさっきあのトーキックだったんですけども、やっぱ振りかぶったらやっぱりディフェンスの足に当たってたかもわからないというところを狙った、その本当に技術を持っているその小野選手の想像力の高さですよね。それは素晴らしいと思います。さあ相馬さん、アントラーズは前半の2点というのは、はい、雨によるちょっと影響もあったというようなね、失点だったということでしたが、少し、ね、足が滑ったかなという感がありましたからね、まあ、そういう意味でも、後半スタートからもう一度というところだったと思うんですけども、はい、本当にまたね、先制パンチ食らったなと。内田今足を滑らせた、こういったシーンが今日はアントラーズの方には不運になっているのが目立つという状況です。雨が降っている埼玉スタジアム、サントス追いつきます。中にワシントン、小野伸二も上がってきた、小野伸二のところを越えた、ワシントンの後ろ山田落として、鈴木啓太ミドルだ、ゴールキックです。小野伸二のゴールで追加点を奪いました。浦和レッズの後半のメンバーです。浦和レッズは相馬さん、メンバー交代もありませんし、ポジションもこれでいいですね。そうですね、まあ、小野が同じように前目でやってくるでしょうね、はい。いずれにしてもボールタッチが増えてゴール前への顔を出すシーンが目立っている今日の小野伸二です。いつもだと小倉さん、長谷部とそれから小野伸二というのが逆になったり、まあ、これは試合の中でよく入れ替えてはいますが、小野が低い位置、長谷部が前なんてこともありますが、今日は逆ですね。そうですね、あの本当に試合の中でも、あの長谷部選手と小野選手の入れ替わるあのパターンというのもあの何回もあるんですけども、今日は1回だけでしたね。長谷部選手が上がって、ね、小野選手が少し残るというのは、はい、場面見れたのは1回だけでしたね。それぐらい小野選手は今日は積極的に前に出てますよね。ポンテ、その長谷部、日本代表フル、山田追い抜いていくのは堀之内、しかし中に上げて小野伸二の前、こぼれたところに途中メンバー交代で入っている野沢です。鹿島アントラーズは興梠を下げて野沢を投入した後半です。ディフェンスの裏、サイドの裏側をついてきました。クロスを上げるアレックス・ミネーロの前、山口がキャッチしています。相馬さん、はい、鹿島アントラーズはまずメンバーを変えてきました。興梠に変えて野沢を投入しています。そうですね、まあ、何か一つリズムを変えたいというところがあるんでしょうけどもね、まあ、前半もどちらかといえばシュートも多かったので、はい、レッズよりも多くシュートをしてましたので、ね、まあ、そういう意味では、まあ、さらに攻撃的に振ってこようという狙いはあると思いますけれども、後半のフォーメーション、野沢の位置がどうなるかですが、今そのボールタッチをしている25番の野沢、前へ預ける深い、今この画面に出ているように相馬さん、このような形になったと今のところ見ていいですか。そうですね、はい、まあ、少し深いと本山のポジションチェンジっていうのも、まあ、あるかと思いますが、はい、前半は今赤くなっている野沢のところに深井がいて、本山のところに興梠だったんですが、それで野沢を投入したことによって深井の位置が変わりました。これによって少し鹿島アントラーズの攻撃どうでしょうか、何か変わる点というのは。まあ、まずボールポゼッションを少しでも上げてと、はい、まあ、一つそういう形とですね、あと本山のサイド、左サイドですね、はい、まあ、そこで突破を図ろうというのもあるのかなという気がしますね。前半から左サイドのところで縦のパス、先ほども本山がセンタリングしたんですけれども、はい、そこを一発のパスでフリーになれるケースというのがありますので、まあ、少しそこに狙いを定めているのかなという気がしますね。今日小倉さん、はい、本山は高い位置でアレックス・ミネルとコンビを組むような位置で入りましたけれども、はい、非常にあのゴール前でシュートを打つ、あるいはそのゴールを狙うという動きが多かったですよね。そうですね、アレックス・ミネルは左右に開いて起点を作ったところの、はい、イエローカードが出ました。はい、空いたスペースに本山選手が走るという形だったんですけど、はい、今度はあのドリブルトップはちょっと期待したいですね。今度は、ね、低い位置になりますと、そのドリブルという持ち味もありますからね。そうですね、アウトオーリ監督も話しています。フォワードのポジションでプレーする場合は自らがアシストする回数が増える、下がり目でプレーした場合は長短のパスでゲームメイクをしてくれると本山は今日しています。全試合フル出場を果たしているルーキーの内田篤人、立ち上がっています。フリーキックは小笠原がボールをセットしている鹿島アントラーズです。どうしても相馬さん、早い時間帯でという願いでしょう。そうですね、特にセットプレーですよね。巻いてきた、こぼれたボールに小野、サントス、ワシントンを走らせる、
大岩。土井さん、ハーフタイム両監督のコメントです。レッツブッフバルト監督、クロスボールは本山でした、はい、いいゲームのスタートが切れていい時間に得点ができた、後半アントラーズのセットプレーは危険なので集中して戦っていこうと言っています、はい、アントラーズアウトウォーリ監督、自信を持って前を向いてアグレッシブに戦うこと、球際をもっと厳しく、まずは1点を狙って積極的にシュートを打っていこうと言っています。左サイドの石川が上がっています。石川へボールが通る、対応したのは鈴木啓太、鈴木啓太がクロスを上げさせませんでした。今の相馬さん、いい形で石川が入っていったんですよね。そうですね、まあ、ああいったところのスペースで走ってきたのに対してですね、鈴木啓太は本当ついていきますよね。今日はこの試合、気持ちとインテリジェンスをどれだけ見せられるかというのが鈴木啓太の言葉。前節できなかった自分たちの形を作ること、そして浦和レッズが強い理由というのはゲームの流れを読める選手がいる、そのインテリジェンスを今日は見せたいんだと話していた鈴木啓太。しかしまだ鹿島アントラーズのこのブッフバルト監督がケアして注意しているというセットプレーになります。フリーキック、岩政上がっている、低いボール、足で合わせようというところだったんでしょうか。低いボールでした。もう一度、今度はコーナーキックのセットプレーです。ニアサイド、鹿島アントラーズがセカンドアタックに行く石川です。しかしポンテが奪い返しました。ファールを取られて浦和レッズのフリーキック。浦和レッズ後半立ち上がりに小野伸二のゴールで3点をリードしています。長いボール、山岸がヘディングで戻したボールを掴んでいます。まもなく後半の10分になります。浦和レッズ小野伸二2ゴール、そして得点ランキングでも単独2位に躍り出るワシントンのゴールで3点をリードしているホームの浦和です。途中交代入ってきました野沢、失礼、増田、それから戻して前へ、野沢のところにボールを通したいというところ。 J1 得点ランキング、今日の1ゴールでワシントンは今シーズン9ゴール目ということになりまして、トップを走りますガンバ大阪のマグノアウベスに2ゴール差に迫っています。同じ時間帯に行われている川崎フロンターレのガナハジュニーニョは今日はまだこの試合ゴールを上げていないということで単独2位に躍り出たワシントンです。小倉さん、はい、こうしたその頼りになるフォワードがいるチームというのの強みというのはどんなところにあるんでしょうか。そうですね、非常に、いろんな個性のあるフォワードがいると思うんですけど、例えばもう浦和レッズの場合はワシントン選手、この高さと強さですよね、はい、そういったところから基準があるんで、もう高いボールも対応できると、はい、で川崎フロンターレみたいなスピードのジーニョ選手の場合はスピードを生かしたプレーをできるというところで、その、フォワードの特徴を生かした攻撃パターンを組めるというのは強みですよね、相馬さん。だからこそワシントンの後ろにポンテと小野というような、はい、フォワードを2人並べるのではなくて後ろに2人控えさせておく、それによって前でボールキープしてくれれば追い抜いていけるというようなことになるわけですね。そうですね、その2人がですね前を向く形をワシントンがいることによって作りやすくなるということですよね、はい、後半から入っている野沢、そのボールを前に押し出してアレックス・ミルを潰れた。しかし坪井です。坪井も今日は守りからリスクを犯さずゲームに入りたいと、そのゲームプラン通りにはなりました。中断前に勝ち点3を上げることは大変に重要ですと、ワールドカップの中断前のこのゲームの意味を語っている日本代表の坪井です。ボランチの増田、前へ出します。この潰れたボール、サントス、ポンテ、マヌが抜けると危ないというところをケアしました。
雨が降り続けている埼玉スタジアム。ピッチ上の水はけというのはどうでしょうか、小倉さん。いや、あの水はけもいいんで、そんなに水の溜まった状況はないと思います。小倉さん、こうして雨で濡れているピッチというのは、ボールの転がりというのは変わると思いますが、はい、雨が降った場合というのはどんなことを前の前線の選手は考えているんですか。そうですね、あの前半本山選手は決定機トラップが大きくなったようにですね、やっぱりあの技術力っていうのは非常に出ると思うんですよね、こういう濡れたピッチの時は。はい、いい形でつながった。戻りながらのディフェンスです、山田。はい、まあ、そこら辺の部分でもうあの技術にあの神経を集中させてやりたいというところじゃないでしょうかね。3点をリードしている浦和レッズです。鹿島アントラーズ、アレックス・ニューヨークからつないでいきます。前へ預ける、田代が走っていきました。野沢も前にいます。ふわっと浮かしたボールをフィスティングする山口です。浦和レッズが3点をリード。追いかける鹿島アントラーズの浦和レッズゴール前でのプレーです。ここでアントラーズ2枚目のカードを切ります。本山選手に代えまして中吾選手が入ります。これで3人目の交代ですね。野沢を後半と、後半の一番最初から野沢を攻撃に変えて入れました。そして今本山に変えて中吾を入れました。それから深井に変えてすでに田代を入れていますので、もうすでに3人の交代を使った。下からのクロスです。ヘディングはこぼれたボールは浦和レッズがそれをクリアしていきます。相馬さん、これで早くも後半の18分という段階で3人の交代を終えました。非常に早いですよね、トール監督はですね。まあ今3点ビハインドですから、まあ、何か手を打って、まあ、選手にもメッセージをそういうねあると思うんですけれども、はい、3人目の交代は中吾は駒澤大学出身の選手で、今シーズン J リーグ初登場、通算でも J1 デビュー戦になります。その中吾を投入した鹿島アントラーズアウトウォリ監督、浦和レッズの3点を追いかける形になっているアウェイのアントラーズです。縦へ出します。右サイドの内田、今出た後半途中から入りました中吾から出たボールでした。鈴木啓太の前、その中吾がカット、つないでいきたいアントラーズですが、浦和レッズ小野伸二、鈴木啓太、ポンテ、小野伸二です。小野伸二が前を見た、中を見ながら激しい中吾のアタックがあって、後ろから小野伸二が倒されました。まだ小野伸二立ち上がれません。右足を押さえたままピッチの上で、これでプレーを一旦切ります。ジーコ監督が見つめる前で、今日は2ゴールですが、今小倉さん、中吾がディフェンスに入った、はい、それを背後から受けた小野伸二ですが、右足首を押さえていますけど、ちょっと痛そうですね。そうですね、ちょっとあのアフター気味で入ってしまった形なんで、ちょっと心配ですね。ワールドカップの大事なその前の時期ですので、相馬さん、はい、日本代表を応援する人たちの中でも、この小野伸二というのはきちっとした形の状態でワールドカップに向かってほしいなという人たちは多いと思いますが、そうですね、まあ立ち上がりましたね、よかったですね、はい、担架には乗らずピッチの上で立ち上がった小野伸二です。今日は2ゴール。それにしても小倉さん、はい、前半の立ち上がり、それから後半の立ち上がりと、一番いい時間帯、チームにとっては点の欲しいところで小野伸二が決めましたね。そうですね、本当にあの今までですね、小野伸二選手なかなかあの姿勢、やろうやろうとする姿勢は見えた中で、結果が出ないところで自分も苦しんだ ところでですね、最後のこの、あの代表の合宿前のこのそこでしっかり仕事してくるあたり、さすが。こぼれたボールは小笠原が狙っている。小笠原狙っていました。相馬さん、こぼれたボールに小笠原フリーでした。そうですね、まあ、トゥーリオのカット、素晴らしいカットだったんですけども、そのボールを拾って、パスの、ね、選択もあったんですけども、はい、まあ、自分でね、まあ、それこそ小野が取ってるからという気持ちもあるんでしょうね。早く手を返したい、そんな小笠原のシュート。その小笠原のコーナーキックは高い選手もいるんですが、弾き出された。ここを拾いたい中吾、頭で戻すがワシントンです。
背後から来たボールは長谷部日本代表ドリブルでここからのスピードアップも得意ですがこぼれたところを拾って前へ出していく小野伸二のプレーオフサイドの旗が上がった。少しワシントンが早かったですね。狙いはね今そうですね、あそこだなというのを小野が感じながらのプレーでした。足首かかとに近いところから柔らかいボールを出していきましたがオフサイドです。坪井がクリアします。小倉さん、あのサイドから随分鹿島崩してますよね。そうですね、前半思った通り左サイドが起点になってくるのがポイントになってくるんじゃないかなと思うんですけど、はい、内田ルーキーが戻りました。いやでも今ワシントンあそこねしっかり追うのはすごいチームにとっては助かりますね。サントス裏を使った、自らは縦に入れていくという得意のプレーでした。しかしオフサイドの旗が上がっています。浦和レッズの右サイドを使われているということでしたがピッチから見て小倉さん、逆に浦和レッズの左サイドはどうですか、サントスの動き。そうですね、まあいつもよりはサントス選手結構ちょっと我慢してるかなという感じに見えるんですけどもね、もっともっといつも積極的なところを見せてるかなと思うんですけども、はい、そこら辺内田選手との兼ね合いなのかいつもよりはちょっとセーブしてるかなという感じはしますよね。それは左サイドの専門の相馬さんから見てどうですか。点差というのがあると思いますね。なるほどね、今日はまず勝つことが一番大事ですからね。小澤、はい、が折り返した、はい、前節負けてますから、非常にその勝ち点3ということを意識してですね、リードしている中で無理して自分の背中を開けるような、ね、はい、ことをしないという、そういったところがあると思いますね。コーナーキックは小笠原、随分と今日はコーナーキックが多いんですよね。そうですね、ヘディングはクリアしたのがジュリオですね。中を見ながら左足で石川が入れていきます。またトゥーリオです。ボランチ位置から入っている中央ですが、縦に出た、オフサイドありません。追い抜いていくワシントン、ワシントンここから歩幅の大きいところを見せるところでしたが戻りながらのディフェンス。内田よく戻りましたね。今のはスパーッと抜かれてもおかしくないところ、よく内田が戻りました。先にね体を入れられたらワシントンの前に体入れられないですからね、その前によく弾き出したという形ですけれども、サントスボールをセットします。ポンテはボールの近いところに行きました。おなじみのコンビネーション、サントスです。サントス左足狙ってるか、狙っているか、今のシュートのような感じでしたね。そうですね、狙ってきたでしょうね。ドリブルの持ち方が何かシュートを狙っていくよというような感じに見えたサントスです。ルーズボールをまた浦和レッズ、いや今の激しかったですね。鈴木啓太もそこはやらせないという、小笠原もですね、はい、厳しく飛んだんですけれども、サンスのシュートをご覧いただいています。内田がまた体を入れています。内田がこう特に守りに一生懸命体を張っています。鈴木啓太まだ立ち上がれません。ちょっと、落ちた時に、はい、高いところから落ちましたので、少し心配ですね。前節は敗れた試合ジェフ千葉戦を画面の中で見たというこの鈴木啓太、ちょっとここから落ちた感じがあんまり、そうですね、高さあるところだったので痛めている可能性はありますが、腕とか、ちょっとね、はい、肩とかそういったところ、大きな怪我じゃないといいですけどもね。敗れた試合を見て同じ方向同じ絵というのを選手の中で描ききれていないなというふうに感じたという鈴木啓太、一人一人は頑張ってるんだけどもそこを完成させるのが今日の狙いというふうに話していた鈴木啓太、今日もチームのバランスを取る動きを再三してきていますが今はまだ傷んだままピッチの外です。やっと立ち上がりました。さあこのサイドを使ってクロスを上げようという浦和レッズでしたがポンテのところ戻ってディフェンスに入った鹿島アントラーズ、コーナーキックになりました。
得意のセットプレー、トゥーリオが上がっています。今鈴木選手ピッチに戻りました、はい、落ちた方の肩、右肩をくるっと回しました。クロスを上げています。こぼれたボール落として、あ、戻りきれない、危ない。中国、このボールもルーズになった。3枚の交代選手を使って中央を投入しました。前に残っていたトゥーリオが胸で落としたボール、マシントンつないで上がってきた、ワシントン、いや、いい飛び出しにね、ワシントンがうまく合わせましたね。小野の動きを追っかけていきます。このカメラのスロー再生ですが、ワシントンのポストに対してうまく反応していきました小野です。蹴ったボール、スライディングで避けます。ピンチをしのぎます。ファーサイド、小澤が出た、突っ込んできたのはワシントン。ちょっと今の危なかったですね、キーパーが出て触れなかったですからね。これもまたルーズになりました。ちょっと相馬さん、嫌な時間帯が鹿島続いてますね。そうですね、パスの出し手と受け手との気持ちが合ってないというシーンがちょっと続いてますね、はい、小野伸二が出したところ、クロスを入れる、小澤がキャッチしました。雨でスリッピーなのでボールを落としていれば危ないというシーン。鹿島の方は小笠原を前に出しましたね、ええ、3枚目の交代で中央を投入した、その22番の中央をボランチに入れた、そして小笠原が高い位置、一つ前に上がったプレーになります。その小笠原が前線で動いています。キャプテンマークを巻いている小笠原のところにボールが通る、オフサイドはありません。小笠原追っていく、ラインを割ってしまいました。ゴールキックです。日本代表の一角本山は途中交代。鹿島アントラーズの小笠原、さあ今日のゴールをご覧いただいています。まず最初に小野伸二が先制点は前半3分でした。今日のゲームはこれでもう大きく動いたというような展開でした ね、 そ、 うですね。そしてワシントンがこのボール戻ってきた、こぼれたところをさらに自分で行ってゴールキーパーをかわしてシュート、落ち着いてゴールを決めています。前半に2得点の浦和レッズ。そして後半の立ち上がり、この小野伸二の3点目、今日小野伸二はこれで2ゴールという3対0の浦和レッズのリードです。劣勢のアントラーズ、アレックス・ミネーロから走り出している、その前に行くという田代を使い切れませんでした。このボールが小野伸二通っています。小野伸二ドリブルです。小野伸二、岩政とぶつかり合います。まだキープしました小野、出したところはサントスの裏側でした、触れませんでした。30分を経過しています。残り15分になりました。浦和レッズ3対0とリード。日本代表のジーコが見つめる J リーグでのリーグ戦、ワールドカップ中断前の最後の試合、最後のアピールの場。ポンテ、自在なボールタッチ、コントロール、そして長谷部、長谷部は今日久しぶりに前でボールを触った、得意のドリブルに行きました。小倉さん、今日はちょっと前でボールを触るシーンが小野伸二で預けている分少ないですからね。そうですね、シュートを打ちたかったところでしょうけどね、ちょっとディフェンスはうまく守られましたね。アレックス・ミネールシュートの体勢に行く、寄っていった、3人で囲んだ、いやよく守りましたね、今は鹿島はですね、今カウンターで人数が多い状態だったんですけどもね、はい、シュートまで行きたかったところなんですが、最後よく真ん中に入ったところ潰しましたね。サントスからのマイナスのボールは長谷部触れませんでした。人数的にはまだ1枚多いものの、鹿島アントラーズが人数かけてここは攻められるチャンスです。アレックス・ミネーロは開いている、小笠原は逆サイドにいます。田代が真ん中にいる、つなぐ、ちょっとコントロールが大きくなってしまいました。ここも落ち着かない、
しかし中国拾い直しました。途中交代の中国から前へ出して中で走るが田代の頭、小倉さん、こうした狙いを持って田代を投入したわけですよね。そうですね、ターゲットになれるというところでの速いボール出しから起点になってほしいというところじゃないでしょうかね。前節まではスターティングメンバーでアレックス・ミネーロとツートップのコンビを組んでいました田代です。大サポーターが詰めかけているこの埼玉スタジアム、アウェイの鹿島アントラーズのサポーター席もぎっしりです。人気のある両チーム、そして共に赤をイメージカラーにしています、まあ、それだけに相馬さん、全面的にこう赤と、そして雨が降っていますので白いカッパを着ている方もいますが、赤と白、このイメージカラーがね、綺麗に塗り分けられてますよね。そうですね、まあ、そうした中ね、こんな雨の中ですね、鹿島から来てくれたサポーターのためにちょっとこのままゼロのままじゃ鹿島終われないですね、はい、サポーターもずっと声を枯らさず声援を送り続けています。アントラーズそれに報いたい。増田から出たボール戻してアレックス・ミネーロ、小笠原が行ったが小笠原のかかとに当たってしまいました。果敢に狙った増田、失礼、途中から入った中央のシュートでした。中央のシュートでした。拾い直してトゥーリオのヘディングクリア。今のは途中交代の中央のシュートがありました。いいシュートでしたね、はい、J、これで初めてのリーグ戦の、さあゴール前クロスを上げるとチャンスになる。山岸が弾いた、アレックス・ミネイロ外した、アレックス・ミネイロ、山岸が弾き出したボール足元に来た、シュートの体勢でしたが、小倉さん、はい、いやちょっと力んじゃいましたかね。決定的なところでちょっと力んで引っ掛けちゃいましたね、はい、このサイドね、野沢がうまくかわしてあげて、こぼれ球を、まあ正面に坪井が寄せましたからね、はい、野沢、山岸、アレックス・ミネイロのシュート。今日相馬さん、あの山岸は雨が降っているということもあってかなりフィスティングを対応してクリアしていきますよね。そうですね、その分こぼれるチャンスもこうアントラーズから見ればあるわけですよね、はい、どうしても雨でスリッピー掴みきれないということもありまして、ゴールキーパー山岸はグーで、まあ、いわゆるパンチで逃れるというゴールキーパーの技術を使っています。中央からのボール、左サイドは今日はよくアントラーズは使っています。縦に抜けるクロスを入れさせたくない浦和レッズ、野沢、山田です。石川、野沢のクロス、足元を落とした、自分はシュートではなかったという判断か。シュートの方が面白かったと思うんですけどね、小倉さん、はい、まあ、そこら辺のところですね、まあ、なかなかあの裏の方ですね、ワシントン残して全員帰ってたんですよね今、そういうところではスペースなかったらなかなかちょっと難しかったですね。アレックス・ミネーロを見ての田代は落としたというようなプレーでした。さて今日の2試合を残した段階で合計の入場者数というのが 37,614 人を超えますと J1 の一節での最多入場者数を更新するというのが今日の試合の前にはもうすでにその数字に達していました。埼玉スタジアム今日 56,982 人が入りました。アントラーズのチャンスですがこれはクリアします。今日この埼玉スタジアムで 56,982 人が入りましたので J1 一節での最多入場者数の更新記録を更新しました。2005年で225,780 人でしたがこの記録を今日のこの埼玉スタジアム1試合だけでもクリアしています。ゴールデンウィークたくさんのお客さんが詰めかけてくれた5月6日7日で開催された J1 です。 56,982 人が入った埼玉スタジアムの前、アレックス・ミネーロ先ほどシュート、惜しいシュートを外しました。坪井がついていきます。坪井が自由にさせませんね、フォワードから見て小倉さん、はい、坪井というディフェンダーの特徴はどんなところですか。
いや、あの高さもありますし、何よりあのスピードですよね、はい、早いんですよね、早いんですよね、なかなかそれで振り切るのはちょっと難しいかなという感じですよね。ふわっと浮かしたボール、トゥーリオのヘディングでのクリア。坪井はその高さもありますけれども、こう体の圧力で弾き返すというよりもそのボールに対する寄せが速いとか、そういったところで相馬さん光る選手ですね。そうですね、まあ、遅れてもですね、はい、最後のところで体が追いつきますからね。小笠原から出した、アレックス・ミネイロ、フリーの中後へ、中後のクロスはヘディングシュートのチャンス、こぼれたボールです。まだもう一回捕まえたいアントラーズでしたが、ラインを割っています。まあ、でも今日初出場ですけど、中後はボール触っていい仕事してますね。22番の中後はボランチの位置に入っているんですが、ゴール前にも顔を出しています。ここでレッズ交代です、はい、ポンテ選手に代わりまして内館選手が入ります。浦和レッズは今日初めての交代です。内館を投入、デルソン・ポンテを下げさせて、これでディフェンスの枚数が増えるということになるようです。会心のゲーム、3点のリードに浦和レッズのサポーター沸き立ちます。どこでもできる選手、守備的なところはユーティリティ、浦和レッズ19番の内館投入です。さあ、これで小倉さん、はい、ピッチの中では長谷部がちょっと自由になりますよね、はい、そうですね、あのポンデ選手のところに長谷部選手が上がって、内田選手が後ろという形なんで、先ほどからちょっと前出かかってるんで、ですよね、はい、ここら辺で長谷部選手のゴールというのを見たいですね。エネルギーは貯めているはずです、長谷部日本代表。いや、今一番アピールしたいのは相馬さん、ジーコの前でこの長谷部かもしれませんよ。そうですね、本当にね、ドリブルで前に運んでいく力ありますからね、そういったプレーを見たいですよね。鈴木啓太が展開した、フリーはサントス、サントスドリブルでシュートもいける、シュートもいけるが、まだ持っている、まだ持っている、まだ持ってコーナー取りました。本当はね、シュートでね、終わりになったところでしょうけどね、はい、今小野伸二はピッチの外出ています。ちょっと足首を押さえています。ピッチのフィールドプレイヤーは今1人少ない浦和レッズです。右の足首を気にしています。セットプレーが間もなく始まろうという浦和レッズ。クロスボールにトゥーリオ、こぼれたところ長谷部です。小倉さん、ピッチで見ていて、今小野伸二、何か新しい接触プレーがあったわけではなくて、先ほどの影響でしょうか。そうですね、徐々に痛くなったのかなという感じなんですけど、ちょっと本当に心配ですよね。そうですね、右足首を押さえていました。アレックス・ミエロがキープして、さあどこを使うか、上がってきてワンタッチ、さらに中央は顔を出していくというところ。追い抜くがアレックス・いや、今ね、追い抜いたところ使いたかったですね。向こう側に増田が流れていきました。中後に戻して狙っている、中後まもなく40分です。浦和レッズ3点をリード。まだ小野伸二戻っていません。先ほど中後からの後ろからのタックルを受けて足首を押さえていた小野伸二、今日2ゴールの小野伸二です。40分回りました。小野伸二がジーコの前でアピール、そして小野伸二が前にいましたので、今日は後ろに控えていた長谷部が内館投入によって少し高い位置を取りましたので、さあここからは長谷部もジーコの前でアピールをしたいという時間です。そしてアントラーズは鹿島から来てくれた、詰めかけたアウェイのサポーター席のぎっしりのサポーターを少しでも満足させたい。折り返す、山岸です。土井さん、小野選手ピッチに戻ったんですが、はい、ここで永井選手との交代になります。永井を投入、小野伸二をピッチの外に出すということになりました。相馬さん、今日の小野伸二、改めて振り返っていただきましょう。いや、もう最初の開始のゴールですね、はい、もうあれにつきますね。あの後非常に気持ちよくプレーしてましたし、はい、あのゴールが本当チームにも大きな影響を、ね、与えましたね。セレッソ大阪戦でも素晴らしいゴールを決めていますが、小野伸二、何かその時以来の小倉さん、
生き生きとした小野を見た感じがします。そうですね、本当に結果出たところでほっとしています。まあ、ちょっと怪我心配ですけども、それだけは気になりますね。はい、まあ、無理してほしくなかったんで、大丈夫だったといいんですかね。はい、うまい、ワシントン吸い付いている。さらに2人を抜いて上がって DK 取った。さらにイエローカードが出されました。フォワードの小倉さん、はい、もうフォワードから見て今のプレーどうですか。いやもうね、本当に先ほどからもう、まあ、最初のゴールもそうだったんですけど、足長いんですよね。その足のリーチの長さでなかなかディフェンス回し取りにいけないというところをワシントン選手よく分かってますよね。そのリーチの長さを生かしたそのドリブル突破、もう止めるしかなかったですね、体を使って。そしてディフェンダーから見て相馬さん、あんなに足元についているとどう取りにくいんですか。いや飛び込めないですよね。飛び込めない、どちらにもかわされるわけですから ね、まあ、そして最後のあそこの体の入れ方ですよね。はい、内田篤人にイエローカードが出まして、そしてポンテは今日2ゴール目を狙えるペナルティーキックです。ワシントンですね。失礼しました、今ワシントンですね。ワシントン、ワシントンのボールインタイム。ワシントン今日2ゴール。これでワシントンも通算10ゴール目になりました。マグノアウベスをあと1点、リーグ中断前にあと1点差に詰めて得点ランキング単独2位、ワシントンのゴールです。ここでレッツ交代です。ロサントス選手に代わりまして相馬選手入ります。同じ左サイドの相馬が入ります。ワシントン自分で作ったチャンスで自分でゴールを決めました。浦和レッズ選手層の厚さを見せる選手交代を行いました。同じサントス左サイドに左サイドの相馬を投入です。今年浦和レッズに加入しました、その相馬を投入しています。相馬さん、はい、同じ名前の左サイドの相馬ですが、はい、本当に他のチームだったらレギュラー間違いないというような実力を持っている選手ですね。そうですね、ベルディでもレギュラーでしたから、はい、非常に魅力的なドリブルスピードあふれるね、持ってますから、まあ、それをベンチに本当に置いておくのはねもったいないんですけどもね。それがレッズの強みとも言えますが、小笠原ボールをタッチした、ふわっと浮かした。アントラーズ一矢報いるか、時間は少ない。シュートを狙う、シュートを狙 う、足元つきません。レッズは最後まで集中できてますよね、はい、そしてドリブル長い得意技に持っていこうとしました。後半ロスタイム出ました、2分です。このゲームのロスタイムは2分です。なかなかペナルティーエリアの中に入らせてもらえないですね、鹿島は。左サイドの相馬、クロス、ワシントン、その前に相馬だ。途中交代の相馬がヘディングでした。今のは小倉さん、ワシントンの前に自分が入っていって自らヘディング狙っていったって感じでしたね。そうですね、積極的でしたね。サントスに代わった左サイドの相馬です。相馬もわずかの時間でもアピールをしたい、チームのブフバルト監督にアピールをしたいという動きです。内田、アレックス・ミネーロを走らせます。坪井です。坪井がぴったりくっついてます。そう、これはなかなか小倉さん、今日はアレックス・ミネーロが自由になったのは、このボールはどうか、トゥーリオが戻りながらヘディング、コーナーキックになりましたが、アレックス・ミネーロが自由になったのはゴールマウスの右側に左側に抜けていったあのシュートだけですかね。そうですね、あれぐらいですね。そこら辺本当にすごい選手のスピードでよく対応しているって感じですよね。日本代表の坪井がついているアレックス・ミネーロを自由にさせないレッズの守備。さあ、ロスタイムに入って小笠原の見せ場です。
ワシントンがクリア、いいトラップだ、はい、ここからそのまま走っていけば相馬飛び左サイド上がっていく、左サイドまた相馬が仕掛けてフリーキックです。相馬さん、これで浦和レッズはリーグの中断前にリーグ戦一旦お休みする前に最高の形で締めくくれますね。そうですね、まあ、この今同時間にやっている川崎の試合の結果次第ですけれども、はい、まあ、暫定ということでガンバの試合が少ないのでそうなりますが、暫定で首位になる可能性ありますから ね、 そ、 ね、そして小倉さん、はい、優勝争いのライバルの鹿島アントラーズに今笛が鳴って試合終了、4対0で勝ちました。これで小倉さん、ライバルにもまた大きな差をつける4対0ですね。そうですね、しかも完封4対0、もう言うことないんじゃないですかね。ジーコの前で小野伸二2ゴール、ワシントンも2ゴールで浦和レッズ4対0、アントラーズに快勝というゲームです。小野伸二の笑顔が見られています。相馬さん、はい、コンディションがあまり良くない中ではありましたが、それぞれの選手が浦和レッズの場合にはものすごくいい形ができましたね。そうですね、まあ、攻守ともに充実した内容だったなと、放送席、放送席、そしてサポーターの皆さん、2ゴールの活躍を見せてくれました小野伸二選手です。まずはチームに勢いをもたらした先制点のシーン振り返ってください。そうですね、まあ、ロビーからいいボールが来て、まあ、当てるだけだったんで、まあ、ロビーに感謝したいなと思います。そして立ち上がりの後半立ち上がりのシーンの2ゴール目、こちら技ありのゴールでした。振り返ってください。まあ、大事な、まあ、1点入れればね、まあ、自分たちのリズムになるっていう、ね、ことを考えてたんで、まあ、そういう中で、まあ、いつも考えながら、ね、プレーしてるんですけど、まあ、挑戦してみたらうまく入ってよかったです。この2ゴール目の後メインスタンドに向かってガッツポーズを見せてくれました。あれはジーコ監督へのアピールでもあったんですか？いや、今日ね、こんな雨の中たくさんの人が見に来てくれたんで、その人たちのためにっていうところですね。でも代表へのアピールにもなりましたよね。いや、僕はまあそんなこと考えずに、今日勝つことだけを、ね、考えてたんで、ね、本当に自分も得点してチームも勝ったことですごく良かったです。これでリーグは中断ということになります。まあ、いい形で締めくくりましたね。そうですね、まあ、ここでちょっと中断しますけれども、集中してしっかりコンディションを整えて、また次のシーズン、次の試合に臨みたいなと思います。それでは最高の勝利を見せてくれましたサポーターの皆さん、雨の中応援してくれました。メッセージを最後にお願いします。今日はこの雨の中、たくさんの人が来てくれてすごく嬉しかったです。次の試合も頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。小野伸二選手でした。2つのゴールを挙げました小野伸二。ではそのゴールも含めて今日のハイライトをご覧いただきましょう。相馬さん、ゲームを決定づけたのはこのゴールでしたね。はい、もう最初のね、本当先制パンチですよね。ここをまあ落ち着いて抑えてシュートを打った、いい飛び込みでしたね。そして今度は小倉さん、ワシントンのうまさが光るこのゴールでした。そうですね、リーチを生かしたゴールですね。ワシントンの得意技とも言えるようなゴール前での落ち着いたプレーです。そして後半も立ち上がり、これも小倉さん技あり。いやー、もうこれは痺れましたね。先ほども狙ってたというようなことを言ってましたからね。そしてペナルティーキックでワシントンが追加点4対0と鹿島アントラーズを完封。小野伸二、ワシントン2人の2ゴールでした。いい形で締めくくれたという小野伸二の答えもありましたが、相馬さん、はい、本当にこれでリーグ中断に入る前、浦和レッズとしては優勝を狙う浦和レッズにとっての大事な大事なこの中断前のゲームをいい形で締めくくりましたよね。もう間違いないですね。